こんにちは、こんばんは、葵です。今回もカエルのために金はなるやっていきます。第8回目ですね。それでは早速続きからよろしくお願いします。はい、前回ね、アラモードからさらわれた人たちをね、助けるためと、あと金山の場所を知ってる人をね、探すために、このエクレア宮殿ですね、結構奥深くまで来ました。このカエルになったりね、蛇になったりね、しながら、もう割と難易度の高いねギミックとかをね乗り越えて、なんとかここまで、おっと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 、左が力をか、今カエルだから、このコウモリと戦うと負けますね、これ。どうしようかな。右に行けそうだけど。こっちは、上はいけないね。カエルだったら大丈夫か。よしよし、餌をやろう。早く大きくなれよ。人間で話しかけたらこれ多分戦うと思うんですけど、これ。うん。さっき下にいたカエルに話しかけたら、今のまんまの装備じゃ負けるってね。まあ、はっきり言われましたね。だから武器倉庫があるらしくて、そこにある武器取ってまた戦えばいいのかなと思います。ちょっと逃げよう。スルスルスル。しかないね。あ、やばい。これどうしようかな。戦っか。ちょっと待てよ。降りよう、まず。あ、ダメか、やっぱり。下だと、これはまずいですね。もう一回行こう。真ん中だとどうなる？もう一回人間になろうか。人間に戻ろう。多分真ん中行くとこれもダメだね、これ。スカ引かされる感じですね、これ。落ちちゃうとまずいな。先に戦っとこう。どうかな？ちょっとこっち行ってみようか。あ、ダメっぽいね。真ん中だと。こっち行って。はい。なめくじ。押し出し。上に登れたんじゃないか、今のは。カエルだったら登れそうな。はい、カエルになったケロ。あなたが友達を裏切るような方だとはどうしても思えません。癒されるケロ。おっと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 。ダメだケロ。逃げるケロ。何これ。めっちゃ可愛い。はい。青い王子、私を踏み台にして行ってください。なんて可愛いんだ。これは、温泉卵か。私を踏み台にして行ってください。もう癒されるわ、もう。我々はあなたを信じています。青い王子、たまらんね、もう。どうしよう。上に踏み台にして、こうか。あ、痛っ、まずいな、これ。どうしよう、どうしよう、どうしよう。上には、あそこからはいけないけど、ダイヤの鍵がありますね。回っていけるか。あ、なるほど。どうしようかね、これ。あ、そうか。ブロックに、ヘビになってブロックに変えるか。で、カエルになって届くかどうかって感じですけど。ちょっとやってみないとわからない。噛みつく。おっと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 。これで、水をかぶって、カエルになる。あ、いけそうですね、これ。このカエルのこの動作がね、大好きなんですよ。一旦ね、縮んで、背中にシワが寄るところがね、めっちゃ可愛いんですよ。ほら。ここ。もう、ドハマりですよ。あ、そうか、ここで、いけました。
壁の向こうからゲロニアン兵の話し声が聞こえてくる。反抗的だった町の奴らはみんな地下牢にぶち込んだし、これで今年もデラリン様からの臨時ボーナスがもらえるぞ。うん。あいつらもうすぐ死刑だぜ。けっけっけ。ボーナスってなんだよ。ところでお前あの噂聞いたか？ああ、聞いた聞いた。俺たちの仲間がついに姫を捕まえたらしいな。けっけっ。何？姫が捕まっただと？しかし、今は町の者たちを助けるのが先だ。おう。姫、今しばらくお待ちください。おう。なんか、王子成長したんじゃない？うん。なんか、最初の頃のね、王子だったらね、うん、姫姫でね、こんな、二の次、うん、助けることなんか二の次って感じだったんだけど、そうでもないのかな？うん、正義感はあるみたいだから。どうしようかな、これ。蛇になれば、話が聞けそう。蛇になるニョロ。話をちょっと聞かせてくれニョロ。この宮殿には蛇の穴がいっぱいあるニョロ。ほうほう。これなんだろうね、これ。ダメか、違うか、これ。お前も何か知っているニョロか。ゲロニアン兵には近寄るなニョロ。なぜかミーたちをいじめるニョロ。あ、そうだ。そうだっけ？あ、ヘビもいじめられるんだ。うん、危なかったね。これが、ちょっと話を。この右にあるのがヘビの穴ニョロ。あ、そうなの？どうすんだこれ。こうか。おう。なるほどだニョロ。これもヘビの穴ニョロか？おう。我が癒し。青い王子って蛇にも変身できるんですね。すっげー。お、どんなもんだけど、うん、まあなりたくてなったわけじゃないんだけど。おお、どうしようかね。あぶ、あっとっとっと、やばいの来た、やばいの来たね、これ。よし、まずいまずいまずい。危ない、危ない。やばいやばい。やばい。結構、うん。ここに来て難度がね、結構上がってますね。どうしようかね。あ、なんかいる。うん。ここはいいか。あの二人だね。よいしょ。あ、乗った。ちょっと待って。いて。あ、一回の攻撃で3メモリ減ったね。これで回復してもらおうか。何回も話しかけて。お、一発で回復してくれた。こっちの人は何、なんだけどか。おお。まあ今は、利用してやるけど。難しいね。今、上乗って、こうか。やったのもダメでいけた。ちょっと待って。あ、上に行くとお宝がある。あ、ある。あ、あ、こいつ押し出ししてくるんだよね。ちょっと待って、タイミングを見計らって。あ、痛い、ケロ。やばい、落ちたケロ。まずいケロね。難しいね。難しい。一回もう一度、彼らに回復してもらうケロ。はい。こう行こう。よし。危ない。当たっちゃったケロ。難しいね。ここ難しいね。今、掴まれないけどね。こう行って、よし。落ちたけど、難しいけど。うん。なかなか難易度は、高いけどね。よし、もう一回復活してもらって。はい。ちょっと前回ね、割とうまくいったんでね。ちょっと甘く見てたけど。ほい、危ない。登れないね。はい。
登れそうだったのね。マジか。難しいね。ちょっと雑になってるけどよ。はい。よしよし。行こう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 。折れない心だけど。よし。はい。よし、ここはもう余裕だね。あとはここ。あ、行けたけど。簡単に行けたけど。温泉卵ゲロか。よし、行けたけど、やった。苦労したけどね。あ、ここは三つに分かれてる。まあ、下から、うん。行く、ニョロ。おう。なるほど。結構な分岐。かな？おっと、ここはスカだね。なるべく上に行きたいね。宝箱のところに行きたいニョロ。うん。まあ、どうしようかな。ここに行けば、うん、違ったらまた戻る。ニョロ。あ、よかった。幸せの果実。うん。スルーしてもよかった。ニョロ。よし、これでいけるはず。まあまあ、順調。ニョロ。また三つの分岐だね、これ。また下から順番に行くか。ここが当たりだったらまた、お。当たりというか、うん。もう一個宝取りたいんよろうね。じゃあ今度は真ん中じゃなくて上行ってみようか。上行ってね、お宝に当たったらね、また、あ、笑うけど。これはね、やったニョロ。おか、しかも回復のワインだ。うん。制作者のね、意図をね、読んだニョロよ。さすがにね、真ん中はないなと。思ったニョロ。よしよし。まあまあ。おっと、また、これじゃすまんか。これは登れない感じかな？どうしようかね。人間になるか。飛び込めばカエルになれるから、上に行って、おっと、これは、当たる。危なかった。おお、新顔ですね、これ。どうしようかな、これ。まずい。あ、カエルがいた。癒し。今、町の人々を救えるのは、あなたしかいません。そうだけどか。来た。ちょっと、まずいね。切り替えて。どうしようかね、これ。このまま。おお。なかなか変わった攻撃を。よしよし、いい感じ。お、生き生き玉。なかなか親切だけど。ここは？この先、武器用倉庫。よし、これで戦えるようになるけどか？いいね、いいね。あ、多分この先だね、これ。人間になる。ここかな？でしょうね。銀の剣の倉庫。銀の剣か。泥棒よけの罠あります。うん。一つ以外はなんかスカって感じだね、これ。どうしようかね。左回り行くか。あ、スカだ。宝箱はモンスターだった。まさか今作で、この作品でミミックが来るとはね。お、
お金、50クリ。あー、またミミックだ。あと結構強いね。うん。よし。あ、やった、銀の剣を手に入れた。どうしようかな、あと倒す必要ないかな。でも、銀の剣手に入れたから、うん。行ってみよう。よし。おう。あ、ハート2個消費したのがね、1個に減ってるわ。強くなった、強くなった。うん。これでまた1個減るだけだと思う。けど、うん。そうだね。余裕でしたね。イケイケ玉で、回復しとくか。下にあったよね。よしよし、オッケーオッケー。よしよし。このカラカラいってる、ね。このオブジェもね、可愛いよね。よく見たら。あ、ここでヘビに、なるんよろ。よしよし。いいね。お、お、お、お。あ、わかった。うん。そして、でも鍵かかってるよね、これ。幸せの果実。ここでここに降りる、だよね。どうしようかな、これ。そのまま人間で戦っていいか。うん。蛇だといじめられるみたいだから。そうだ、私は強くなったんだ。よし。来い。何の用だ。あ、出るんだ。別にないって言ったら、用がないなら帰れ帰れ。あ、そうか。そんなわけにはいかん。牢屋を開けろ。何？さては貴様が大用じゃな。さあ、尋常に勝負だ。おう。おう。おう。なるほど、やっぱり。うん。最初に戦ってたら、負けてましたね。チカロウの番人を倒した。番人は鍵を持っていた。やった、ハートの鍵を手に入れた。ハートの鍵って他にも、入り口付近にありましたね。あ、青王子様だ。助けに来てくださったぞ。私が来た。皆の者、もう安心だぞ。ところでお前たちの中に金山の場所を知っている者がいるはずだが、あ、それは私のことですね。金山の場所なら知ってます。マップを貸してください。場所を書き込んであげましょう。おお。メレンゲ氷河を抜けて、氷のホーラー穴を通って、風林の町を北に行って、風林火山のてっぺんと、あ、ここだ、ここだ。男は王子のマップに金山の場所を書き込んだ。あ、ここか。なるほど。ん？1000万クリ分の金が眠るミルフィーユの金山。な、なに？ 1000 万クリ？うん、王子でもびっくり？ 1000 万クリ。それだけの金があれば、金付き堂が10個は足すぞ。アルフレド・ジンベイとて満足してくれるはずだ。いいね。あ、それから金山へ行く前に、スプリングヒル前の穴蔵の友人を訪ねてみてください。うん、彼ね。必ず何かお礼をしてくれると思いますよ。よし、わかった。では、行くぞ。お、オートルーラーだ。やりました。はい、ということで、うん、目的は全部達した。あとはね、スプリングヒルのね、あの、彼の、金山に詳しい男の場所へ行こうと思います。それでは今回はここで締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。